はい、どうもトラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、1085日目ですね。はい、現在2022年11月27日の、午前10時43分なんですけども、今回はですね、契約書の方をねちょっと開封したいなと思うんですけども、まあ、この S ランク自治務契約書2枚はねまだもうちょっと置いておきます。はい、ゴールド契約書5枚と A ランクのランダム A ランク契約書2枚とあと S ランク確率 30% 契約書1枚、この合計5、6、7、8枚の契約書ね、開封して、まあ、オリックス純正ね強化できればなと思ってます。はい、その前にですね、エージェントエースですね。まずね、エージェントエースはあと4日と4時間、残ってるんですけども、まあ、現在までの進行状況ですね。はい、ですね。はい、一応合計オーダーポイントはもう終わってまして、累計チケット獲得枚数が、現在521枚ということで、まあ、大体半分ぐらいまでね、最後の15エナジーまで、半分ぐらいまで来たんですけどね。まあそうですね、今のところというか、まあ自然回復のみでもうやっていってもね十分いけるかなという感じなんで、自然回復のみで、やっていきたいなと思ってます。はい、まあ、この S ランクスパークプレイヤー契約書ね、これ楽しみにします。はい、であとですね、大抽選会もね、来てまして、7周年ありがとう大抽選会、まあ僕はもう毎回そうなんですけども、この A 賞にこれですね、この A 賞に全部突っ込んでます。はい、現在あなたの応募数が12枚ということで、まあこれも全部ここ突っ込んでね、まあ他ねいろいろやった方がいいのかもしれませんけども、僕はまあちょっと A 賞に、まあ、これ毎回なんですけどね、阪神純正編もオリックス純正編も毎回、この大抽選会の時は A 賞にぶっ込んで、でまあちょっと夢見ようかなと思ってます。まあ当たればね、 S ランク自治務契約書シリーズ ×10 1000エナジーということでね、非常にいいんですけど、まあもちろんねまだ1回も当たったことはないですけど、まあ当たることはないと思いますけども、まあ一応エナジーねで外れてもエナジーもらえますんでね、まあそれでもいいかなと思ってますんでね、今回も A 賞に全部、応募していこうかなと思ってます。はい、そういう感じです。それでは契約書の方をね開封したいなと思うんですけども、まずは、A ランク契約書2枚からいきますね。1枚2枚ですね。はい、ぜひオリックスの選手来てほしいです。お願いします。オリックス来い。さあ、こういうねランダムのね契約書とかでねオリックスの選手来てくれると非常に嬉しいんですけども、オリックス来い。黒木選手、おお、オリックス来た。はい、いきなり来ましたね黒木選手。一応これで A ランク2枚目ですね。はい、 S ランクは持ってませんけどね。はい、いきなり来ましたねオリックスね。はい、もう一枚来い。うん、クリスキー選手、横浜ですね。はい、まあでも A ランクランダムでね、1枚、黒木選手来てくれましたので、まあ良かったかなと思います。はい、それでは続きましてゴールド契約書5枚いきますね。1枚、2枚、3枚、4枚で5枚ですね。はい、まあできればね S ランク来てほしいなと思ってます。いきます、ゴールド契約書5枚お願いします。 S ランク来い。うん、おーっ、 A ランク以上いいですねいいよ。さあ S ランク来い。ないかな、 S ランクはないか、割れろ、あ、ないか。はい、まあでも A ランクは来ますよ。はい、オリックスの選手来い。さあ来い、どこ、お、ここ来た、大関選手、ソフトバンクですね。はい、もう一枚来い。はい、ないですね。はい、まあでも、ゴールド教師5枚で A ランク1枚来ましたんでね、これもいいですね。はい、結構いいですよ。はい、それでは A 三角率 30% 客車ですね。 A ランク、エージェントエースのやつですね。はい、これ行きたいなと思います。できれば S ランクオリックスで来てほしいなと思ってます。行きます、お願いします。 S ランク来い。さあどう、うん、 S ランク来てくれ。あー、ないかな、割れろ、あー割れへんか。堀江選手、広島ですね。はい、うん、まあちょっと残念ですね。はい、まあまあまあしゃあないですね。はい、ちょっと S ランク来てほしかったですけども、はい、まあでもね、A ランクのランダムで、オリックスの黒木選手ですか、A ランク来てくれましたんで、ね、まあ、よかったかなと思います。
まあ、エージェントレースの方もあと4日と4時間、まあ、自然回復のみでねやっていって、そうですね、吉田選手ですか、スパークね、ぜひ出てほしいなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉の無課金覇王ロードオリックス純正編でした。